イツきなこを今日はですねリクエストいただいたのでこのコストコにやってまいりました。ちなみに英語ではコストコとは言わずコスコと言います。はい。でね、私はねこれ会員じゃないんですよね。だから、お友達を今日は連れてきました。でもこの方はちょっと顔出し NG なので今日私だけ映ることになりますが、来てる方はなほちゃんという方ですね。では入っていこうと思います。コスコなれない、よかった。コスコに入りました。あれ前はさ、ここ電気系だったよね。うん、それでダウンタウンだ。それでアップル系のも売ってて、これミートコーナーで私のおすすめです。サーモンになんかいろいろよくわからないのが入ってるよ。オーブンに焼くだけですぐできちゃう。このサイズよ、1個が手ぐらいこれでまあ量り売りだけど23ドルぐらいですね。25ドル。お寿司サンドロース安っ。この大量のタイルとペーパー、ん？ついてる、ついてるよね。並ばないの？あ、この大きいやつがね安い。一番30ロールで 18.99。 すごい、ここ大きい。これは洗剤か、洗剤コーナーずらり。ジップロック4人入ってくる。ダイエテリーで牛乳ですね、私の好きな。おー、大量に私の大好きな牛乳たちが。おだけど私はシェーブルのね牛乳が好きなんですよ。でもこれは美味しい。このチョコ牛乳ってやつ甘いけど美味しくて、小さい時ねご褒美で、お手伝いした時のご褒美で買ってくれました。これはあれか、缶詰系のやつか。大量に桃か、しかも1個売りじゃなくて最低3個っていうの。これ8ドル。はい、これ全部ピックルスだから漬物系のやつだね。これ何つけてんだろう。アスパラガスつけてある。これ何、真っ黒いビーツ、ね、ビーツ。すごい、豚骨ラーメンびっしり6個入ってて、いくらだ。13ドル99。ソーセージ9ドル69。ホットドッグ用とかベーコン安いね。量がだって見て何個入ってんのって。あ、この500が4つ入ってるから2キロってことか。2キロで15ドル。1ヶ月以上持つ。はい、シリアルコーナーね。こっちの人はだいたい朝シリアルで1日をスタートするイメージだけど、大量。これがチップス、あの大きさがこんな感じです。すっごい大きい、手と比べると太るやつ。これが美味しいらしい、マウイ。しょっぱい。これベジスティックス、これも好き。これ映像だとちっちゃく普通のサイズ見えるけどね、人差し指でこんな感じよ大きい。8ドル49。50個入りだって。安いね。ハーゲンダッツ9個入りで10ドル99だから11ドルぐらい安いね。日本と比べてハーゲンダッツはこっち安いんですよ。抹茶も売っております、ティーバッグでいや、ちゃんとコスコブランドの抹茶。何これ、オーガニック抹茶だって。抹茶パウダーだろうね。
20ドルもするよ。ピザ美味しそう。全部15ドルぐらいかな、ホールピザ。13、16。ちゃんとグルテンフリー系のも売ってますね。スターバックスのコーヒーもあって、これは 22.99 で、こっちの普通のやつは 16.99。これ全部洋服とか靴で、まあ、30ドル以内なんですよ全部。だから安いから、ね、そんなにブランドとか気にしなければもうここで買っちゃいます。キャンプ行く時とかね、もう汚れてもいいやつはもう大体ここで買っちゃいますね。すごい、知らなかったけどカルバンクラインとかも売ってるんだね、ブランドのやつ。いくら？カルバンクライン8ドル97だって。安っ。ほらフィラも12ドルで売ってる。かわいい。はい、ダイソンとかもちゃんと売ってますよ。これいくら？779。高っ。うわー、これ400。え、これ何？700ドルもするじゃん。すごっ。これも全部お菓子コーナー。どれ？韓国の。あ、なにこれ。韓国料理がふりかけオイリーだけど面白い。これ13ドル。子供の時に、ね、小学校の時お菓子時間っていうのがあの学校であって、その時にいつもここでお菓子を買ってました。小分けされてるのが多いから、こう18個入りでこうちっちゃく小分けされてて、しかも13ドルって安いので、いいよね。いろんなの入ってて、今日はこれとか言って。レジです。ちなみに私が買うものはもう歯ブラシだけ、電動歯ブラシの頭だけ。定番のコスコで買い物終わったら必ずここでご飯を食べる。ホットドッグが150円。安っ。プーティン買います。プーティンいただきます。なんか給食が出来上がった匂いみたいな。うん、どこが美味しい？あ、美味しい。美味しいでしょ。うん、これで5ドルいくら、安くない？安い。カロリーもんぐらいで。はい、それでは今コスコを出てこのねペプシを飲んでるところなんですけど、どうでしたか？すごい大きいですよね。私はさっき気づいたんですけど、人生で行ったコスコはここだけでした。カナダの中でもね、コスコ何個もあるのにここしか行ったことがなくて、日本のも行ったことがないんですよね。だから比べようがないんですけど、私はね、今はお父さんと2人暮らしで朝食なのでね、セフェとかでいつも済ましちゃうんですけど、小さい時はね、毎日学校でね、何かお弁当が必要だったりお菓子が必要だったりとかいうのでね、コスコの会員でよく来てました。だからね、よく食べる人とか家族が多い人とか、あとはレストランとかに、ね、働いてる人はね、多分コスコに来ることが多いんじゃないかなと思います。はい、それではね、リクエストいただいてから結構しばらく経っちゃったんですけど、待っててくれてありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ではね、いつもこんな感じで Vlog とか英語の辺を紹介してますので、チャンネル登録まだの方をお願いします。はい、という感じでまたリクエストお待ちしてます。またねー。